どうか家賃助成を続けてください。今打ち切りになればたくさんの生活困窮者を生んでしまいます。どれほど苦悩を抱えて福島から避難したか、福島に残っている方たちのこともすごく心配です。避難したっていうことは福島を捨てることではない。福島に心を置いたまま、それでも子どもたちを守りたいから、大切な命を守りたいから避難してるんです。福島のことも大切なんです。だから福島に残る人たちにもちゃんとした政策が欲しいと私たちは思っています。それと同時に避難した人たちにもちゃんとした施策を続けてほしい、選択的避難権を認めてほしい、ずっとずっとそう訴えています。被災者の中でも健康に、体調を崩している人々がたくさんいます。被災地でもたくさんいます。しかし皆さんこういった行政交渉などでも、ほとんど言わないです。しかし私はそこが一番の、避難の理由ですので、そこを語らずには先に進めないと思いますので、少し私たち の親子が、ものすごく体調を崩したところではなくて症状がいっぱい出たんですけれども、お話しさせていただきます。親子ともに蚊に刺されたところが必ず傷になりました。その他の些細な傷も1年半2年経っても治りませんでした。風邪もずっと引いていました。極度の貧血です。それから血行が悪くて、小学校1年生の子どもも含めて、事故前は肩こりなどみんなしたことがなかったのに、みんなで、全身が凝っています。それから下の上の子は甲状腺検査が A2 になりました。親子ともに疲れやすく、家の中ではずっとゴロゴロと横になっていないといられませんでした。まるで原爆ブラブラ病のようです。万発性の健康被害を考えると、底知れぬ恐怖が襲ってきます。みんな思いは一緒だと思います。でも語ることができないんです。もうこれ以上の追加被爆はさせたくありません。避難用住宅の長期延長が、なされないということは、私たち避難者だけの問題ではなく、少なくとも全国民の問題なのだと皆さんが心に思っていただけると嬉しいです。自主避難者は勝手に逃げたのではなく、逃げざるを得ない状況にあったことは紛れもない事実であることは、声を大にしてお伝えしたいです。例えば私が住んでいた福島市は2011年3月15日18時40分に毎時 24.24 マイクロシーベルトもの放射能値が計測されました。これは通常の600倍です。原発事故前であれば、そこは放射能管理区域となり立ち入り禁止となったはずです。しかし福島市は原発からは60キロ離れているせいなのか、強制避難区域にはなりませんでした。ラジオからはできる限り外出は控えてくださいとアナウンスは流れたものの、食料、水、燃料を得るためには外出せざるを得ませんでした。そこで長時間行列に並ばざるを得ませんでした。すると私は毎日腹痛を伴わない下痢が始まり、子どもは止まらない鼻血を出しました。このようなことから生命の危険を察知し、子どもを守りたい一心で自主避難を決めました。しかしこの避難も簡単にできたわけではありません。放射能の情報を集め、精査し、受け入れ先を探し、子どもや家族を説得し、学校や地域に挨拶をし、荷造りをし、住居を引き払い、これらを1週間の間に1人で行いました。ようやく手に入れた避難です。
私からの要望は、命を守るために避難を選択した母親たちの命綱である住宅支援を打ち切らないでくださいということです。放射能汚染から長期的に避難することは安全に暮らすために当然必要なことであり、避難者住宅の居住期限の延長要請は普通に健康的に生きる権利の獲得運動ともと感じます。どうぞ皆様、私たちに力を貸してください。子どもたちの未来は私たち大人の手にかかっています。私たち神奈川県に、避難してきて、避難していたもの、その中には福島県に帰らざるを得なかったもの、そういったものもいます。で、そういう人たちの中に子どもを、連れて帰った人が実はいるんです。で、その人は子どもが実は帰る前までは全然健康な子供だった。ところがいわき市です。いわき市に帰った途端に、フォールボディカウンターで異常が出た。帰ると異常を出してしまうんです。で、これは、別の例なんですけれども、浪江町が私の、田舎なんですけれども、そちらの方に、掃除をしろというふうに言われて、3日間泊まりがけで、泊まったのは相馬市なんですけれども、帰って、掃除をしました。した友達がいます。その友達は3日間で悪性リンパ腫マリグナントリンフォーマーを発症しました。2日間、その帰ったものと一緒に掃除をした、その方のお父さん、おじいちゃんですけれども、その方は輸血が必要な状態になった。そういう土地、それが今の怪我された福島県なんです。そんなところに果たして子どもたちを戻していいんでしょうか。私は、医学を学んできたんですけれども、少なくともそんなところに人を戻すべきではない。ましてや子どもたちをそのような危険なところに戻すというのは人道的にありえないことなんじゃないのかなと、そういうふうに思います。私、郡山に今子どもを戻したくないっていう理由をいくつか言いたいと思います。除染ということをやっているんですけれど、形通りのことしかしてくれません。実際、5センチ削るんですけれど、除染が始まってから 2,3 年経ってるんで、もっと下まで行っちゃってるんですよ。で、戻す土っていうのが最大100ベクレルぐらいの土を戻すと言っています。お前それ以前だったら廃棄物だろと文句が出るんですけれど、平気の平座です。うちの子供は3人いるんですけれど、妻がその子供たちを眺めながら、この子たち3人とも生き残れるかなってぼそって言うんです。で、うちの妻っていうのは勘がすごく優れてる人なので、お前バカなこと言ってるなって大体当たったりするんですよ。だからそういう怖いことは言わないで、冗談でも言わないでって言うんですけれど、やはりそういう恐ろしさはあります。甲状腺検査の結果1回目は、特に何もなかったです。私も見たんですけれど、本当に綺麗でした。2回目カエルの卵みたいなのがうじゃうじゃいました。ただ大きさはちっちゃいんですけれど、うじゃうじゃいます。で、 A2 できます。血液検査とかしなくていいのかな。で、その技師さんあたりはこれ何って言っても答えられないんです。ごめんなさいとしか言わないんですよ。かなり子どもたちも被爆しているとは思うんですが、私たちも被爆しちゃったようなんです。それで3人の子どもを、もしかしたら全員死んでしまう可能性があるのかなって妻がブツブツ言うんで、つい4番目に挑戦したんです。被爆してたらできないだろうと。そしたら見事に、4番目の子どもが生まれました。妊娠しました。ところが今まで3人生まれているんですけれど、それなりに順調に来ていたんです。4番目の子どもは異常でした。最初から異常出血。そしてどうなるのかなと。で、出産する1ヶ月前に大出血を起こして早産です。もし福島でそれをやらかしてたら亡くなってたと思うんですが、母子ともに、幸い埼玉だったので非常に医療体制うまくいっていて、無事に、
あの母子ともに助かりました。ただそこから先が問題で、子供がちっちゃくて大変だ、それだけならいいんですが、心臓が穴が大きく2つ開いていて、2つあるはずの弁が2つ1つになっておりました。あらー、ただ医療技術が非常にあのいいので、うちの子供は2回の手術に耐えて今 ICU にいます。で、悲しいかな、そこから先ちょっと合併症じゃないな、ちょっと障害を起こしてまだ出てこれないんですけれど、そんな現状があります。お医者さんにはこれって原発事故と何か関係あるかいつ、わからないという話なんですけれど、こういうことがあったらばカウントしますよということで、あのこういう異常な妊娠出産だったということでカウントはされています。果たしてこれが増えているのか減っているのか調べればわかるかと思うんですが、福島県のデータっていうの出てるんでしょうか。もし出てるんであれば、議員さんたちの仕事かと思うんですが、ぜひ頑張ってもらいたいかと思います。私は父の代から50年続く会社をやっていまして、原発事故後お客様が大熊町や富岡町、双葉町にあったお客さんが全部移転しました。そこに会社を移すということが、福島県が、相馬市は避難区域ではないということで全く支援がありませんでした。当然企業はできません。そこに今度銀行は返済の猶予も待たないということで、差し押さえ競売ということで自宅そして会社ともに失ってしまいました。また避難している人たち、それぞれ皆さんそれぞれが避難しなければならなかった理由を抱えています。ほとんどが家族の健康安全を守りたい、そして安全かどうかを判断するための与えられている情報に対して全く信頼感が持てない、そういった感想を持っています。皆さんギリギリの中で生活されています。滋賀に避難してから第2子第3子と子どもが増えた世帯があります。この安心できる環境の中で子どもを育てて、で福島が本当に戻れる環境になったら戻ろう、そう考えている世帯がほとんどです。それが叶わないんであれば、この安心できる環境の中で永住をして人生を過ごしていきたい、そんなことを考えている方がたくさんいます。今避難をしている私たちは福島に何だかんだ返してくれ、そういったことは絶対言っていません。まず福島が安全に住める環境になったかどうか、そして安全に環境にしてくださいと、この2つだけです。それがきちんと担保されないまま福島に帰還するということを強要されることは私たちは全くもって許すことができません。先ほど言った通り、私は福島に帰る家をなくしました。その中でも私は娘がいますが、この娘が去年から大学に進学しています。この娘も A2 判定という脳胞を甲状腺に持っています。健康被害に怯えながらこれからの人生を送っていきます。その上で進学するために何の特別な支援もないまま奨学金を借り、卒業した時点で1000数百万円の借金を負って社会に出ることになるわけです。こんな状態でどうやって生活の復興ができるんでしょう。次世代の子どもたちが安心して自分たちの目指す未来を迎えるようになること、これこそが本当の復興じゃないでしょうか。断固として今回の住宅支援打ち切りに対して反対させていただきます。